さよなら運転。さよなら運転とは、交通機関における、特定の路線、航路、列車、車両、機体などの廃止、運行終了などを記念して行われる、運転、運行、便のことである。臨時列車や臨時便として行われることが多いが、車両の運用終了については、定期列車で行われる場合もある。鉄道やバスの場合はお別れ運転やさよなら運転。 ラストラン航空機の場合は、ラストフライトとも表記する場合がある。特に鉄道において実施されることが多いが、その他に長期間運用された、航空機、バス、船舶が用途廃止となる際に実施されることもある。以下、主に鉄道におけるものを中心として記す。通常、路線や列車が廃止される理由の大部分は、利用客の減少であるが、 特に歴史ある路線や列車が廃止される場合は、王子を懐かしむ鉄道ファンや、かつて運行に携わった関係者がさよなら運転に退去して押し寄せ、車両内やプラットホームにて、ラッシュアワーのような混雑が発生したり、最終列車の座席指定券や信頼券が発売開始後即日完売することも珍しくない。さよなら運転と銘打たれた臨時列車。 定期列車を用いて運行されることもあるには、ヘッドマーク、特殊塗装、以前用いられた塗り分けの復刻などの装飾が施され、また、車両内部や主要駅において、過去を振り返る、写真、年表、備品などの展示が行われることもある。なお、開催される際には、ファンなどが多く詰めかけるため、多くの鉄道事業者では、駅や式展開場において記念品の販売。 直接関係ない場所で販売することもあるを行うなど、一つの増収イベントとみなしている向きもある。街頭列車が発着するターミナル駅のホームでは、駅員が総動員されロープを張ったり、マナーの悪いファンに注意するなど、警備体制が敷かれることも珍しくない。また、駅や沿線において著しい混雑が生じることもあり、日常的に街頭路線を利用する人や、 周辺住民に迷惑が及ぶこともしばしばあり、場合によってはトラブルに発展することもある。前述のように廃止される列車や路線は、しばしば利用者の少なさが、その廃止理由となっているが、廃止間際になると、大勢のファンが乗車、撮影のために詰めかける。しかし、これらファンの中で、廃止対象の列車や路線に対して本当に愛着のある人は多いとは言えず、 むしろ記念のために乗車、撮影する、にわかが多くを占めており、それゆえに前述したようなトラブルが一向に耐えない、現状がある。こうした背景から、さよなら運転をことさらに、重要視して群がったり、廃止が決定してから撮影に奔走するファンを指す、相鉄という別称も存在する。さよなら運転は、以下の事項を記念して実施される。 特定の鉄道路線を廃止するのを記念して、運行する、さよなら運転が実施されることがある。戦前から戦後間もない時期に廃止された路線では、実施例が少ないが、昭和30年代以降に廃止された旅客路線については、多くの路線で実施されている。臨時列車を運行する場合もあるが、運行側の事情や、昇進証明の最後の列車に乗りたいという。 鉄道ファンの要求に応えるために、定期の最終列車を、さよなら運転と銘打ち、装飾を施して運行する場合が多い。なお、1970年代以前には、最終営業日の翌日、書類上は路線を廃止した状態でありながら、運賃無料の、さよなら列車を運行した例があるが、1980年代以降は、このような運行は実施されなかった。 しかしながら、鉄道においてはさよなら運転が行われずに廃止になる例もある。主な例としては、災害や事故などの突発的な事情で運行不可能となった場合が挙げられる。この場合は、物理的に列車の運行ができない状態に置かれているので、さよなら運転もできず、そのまま廃止せざるを得ない。最近では、北陸鉄道金隣線、京福電気鉄道永平寺線、 高千穂鉄道高千穂線や JR 岩泉線の例がある。ただし、この場合でも列車を運行しない記念式典を行うことはある。例えば、小田急電鉄向こうが岡遊園モノレール線では構造上欠陥があって休止後そのまま廃止となって、さよなら運転は実施されなかったが、廃止後にさよなら見学会が行われた、後日。その他に特殊な例として、 廃線を伴わない駅の廃止を記念してさよなら運転が行われたことがある。赤昌線の風駅の信号上格下げがそれであるが、運行系統上、同駅は実質的に盲潮線の終点駅であった。また、新路線への切り替えも基本的にはさよなら運転は実施しないのが通例である。しかし、例えば北陸本線の支線としてしばらく使われた。 柳瀬線はさよなら運転が行われており、同じく北陸本線への急線からの切り替えも、この二つの例の場合は北陸本線として発展の基礎を築いたとして、関係者の間では杉津駅などの駅などにおいて記念式典が行われた。ダイヤ改正により特定の列車が廃止になる場合、その列車が人気のある急行。 特急列車であればさよなら運転が行われることがある。列車という以上、ダイヤに従って運行されるので、臨時列車を仕立てることはないが、定期列車の最後の便が、始発駅を発車する前、あるいは、終着駅に到着した後で別に記念式典が開催されることもある。特定の形式の車両、機体が全廃され、または、ある路線での運用を終了する場合、 その車両が人気のある車両であれば、さよなら運転が行われることがある。この場合は列車というより、鉄道車両に乗車することを目的としているので、その車両を用いた臨時便を運行することも多い。また、さよなら運転の終点を車庫の最寄り駅に設定し、車庫で撮影会などを行うケースもある。通常の運用を変更し、その車両を用いて、 運用に入ることがある。この場合、一部の運用を事前に告知することがあるが、前日のトラブルを防止する目的で、最終運転時刻を公表しない場合もある。また JR 東日本では、中央線快速用の豊田車両センター所属201、系、豊田発松本業を皮切りに、長野総合車両センターへの配車回送列車を、団体専用のさよなら運転に仕立て、 長野駅もしくは途中の松本駅まで乗客を乗せて運行するイベントが行われている201系の場合は中央本線、篠ノ井線の甲府松本間で乗客を乗せて走行するのは極めて稀なケースであった。鉄道以外では2006年9月30日で日本国内での旅客運用を終了した YS-11 のラストフライトツアーを 日本エアコミューターが企画していた。また、全日空は2014年3月31日をもって退役となった、ボーイング747のラストフライトを羽田空港発那覇空港技の NH127 便、及び折り返し羽田空港機 NH126 便で運行した。さよなら運転は、当然鉄道車両が、 運転可能な条件が整っていないと実施できない。そのため、災害でさよなら運転を含めで車運行ができない。時や、車両故障や検査切れなどでさよなら運転に使用できる。車両がないなどという時は、当然、さよなら運転はできない。だが、さよなら運転ではないものの、別の形で、さよならイベントを行った例もある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。